知らなきゃ損。クリスタの隠れ便利機能7000。の巻。皆さんこんにちは。ゆきのこです。女子のゆきんしです。前の動画で、レイヤーパレットは手のひらツールで動かせるって習ったけどさ。ああ、あれね。知ってたならもっと早く教えろよー。今まで損してた気分になるじゃんかよー。ひぃ、すいません。他にもまだそういうプチ知識あんだろ。はせ、全部紹介しろ。わかりました。動画に出す機会がなかなかなかった。地味でこまごまとした機能とか設定がたくさんあるから。今回でまとめて紹介してしまおうと思います。おお。どれも基本漫画向けでめちゃくちゃ便利ってわけじゃないんだけど、きっといろんな人の制作の助けになってくれると思います。それでは今回は7章にわたってクリスタの隠れ便利機能たちを紹介していきます。おお、パッと見の目次だけじゃよくわかんないけど早速行ってみよう。クリスタの隠れ便利機能。その1、吹き出しレイヤー。まずは、吹き出しレイヤーについてです。吹き出しレイヤーにツールやペンで書いた吹き出しなのですが、こちらなんと1000つまみツールでつまめます。なんでそう？吹き出しレイヤーはベクターレイヤーみたいに扱われてるらしくて、線幅修正ツールで太くしたり細くしたりもできるよ。マジかよ。ベクターレイヤーみたいにオブジェクトツールで触ったり、ドラッグして複数選択して変形したりもできます。吹き出しレイヤーは堅苦しくて融通が効かない感じがあるから、吹き出しは普通のレイヤーに書く人も多いんだけど、こんな感じに線つまみとかで微調整する方法もあるから試してみてね。次は吹き出しツールと面積についてです。まず楕円吹き出しで書くとこんな感じになります。次に長方形吹き出しの角の丸さをオンにしてから、長方形吹き出しで書くとこんな感じ。これらを重ねて比較するとこうなります。おお、角丸長方形の方が文字に対する無駄な面積が小さいね。吹き出しを小さくできる分、絵がコマで隠れる面積を減らせたり、コマに多くセリフを詰め込めたりできるから、場合によって使い分けましょう。4コマ漫画とかでいつも同じ感じの吹き出しを使う人は、書いた吹き出しを素材パレットにドラッグして素材登録しちゃうのもありだよ。こうやってまた素材パレットからドラッグすると使い回せます。おお、毎回一から書かないで使い回せるのは便利だし、シーンに合わせて変形したり線つまみとかで微調整してもいいね。クリスタの隠れ便利機能。その2、重ねフラッシュ。次は吹き出しに続いて、フラッシュの重ね方です。フラッシュを重ねようとすると、こんな感じに被ってしまい、綺麗に重なりません。これをなんとかしてみましょう。まず、新しくフォルダを作って、2つのフラッシュをフォルダに入れて、上のフラッシュの合成モードをスクリーンにすると、こんな感じに綺麗に重ねることができます。おお、これなら手作業で重なるところを消さなくていいから楽だね。それはそれとして、このフラッシュの下地部分が、直線的で馴染んでないのが気になっちゃうよー。これもなんとかしてみましょう。まず下のフラッシュを複製してから、ツールプロパティのメインカラーを、黒から白に変えます。線の間隔、長さ、ブラシサイズをいい感じに調整して、下地に白いベタフラッシュを作り馴染ませます。おお、いい感じに馴染んだね。問題は上のフラッシュです。同じように複製して下地の白いベタフラッシュを作っても、合成モードがスクリーンになっている影響で、意図しない仕上がりになってしまいます。これは、下地のベタフラッシュをフラッシュのフォルダから取り出すと解消できます。下地のベタフラッシュは両方まとめて別のフォルダに入れておくのが良いでしょう。おお、いい感じにできたね。一手間で綺麗な仕上がりになるから、ぜひやってみてください。クリスタの隠れ便利機能。その3、歪みツールの切り替え。次は歪みツールの切り替えについてです。歪ませ方の切り替えは、ツールプロパティのここでやるんだけど、実はここまでマウスを持っていかなくても、オルトを押しながら使うと、歪みの向きを反転できます。なぬー。歪ませ方が、膨張の時にオルトを押すと、反対の収縮に。歪ませ方が、時計回りに回転の時にオルトを押すと、半時計回りに回転になります。さらに歪みツールを使いやすくする設定を紹介しておきます。まず歪みツールを2つ複製して3個にして、それぞれ進行方向、
膨張。時計回りに回転に設定して、ショートカットの設定の設定領域、ツール、色混ぜ、歪みで、それぞれに全部同じキーを登録しておくと、ツールまで手を伸ばすことなく、同じキーを連打するだけで歪ませ方を変更できます。おお、ペンの動きを歪みだけに専念できるようになって、オルトと組み合わせてさらに使いやすくなったね。あとバージョン2から、複数のレイヤーをシフトで選択すると、まとめて歪みが使えるようになりました。おお、これならラスト選座だけじゃなくて、仕上げの段階でも使えるね。歪みツールは他にも、テクスチャやパターンブラシで描いた模様、エフェクトを微調整するのにも便利だから試してみてね。クリスタの隠れ便利機能。その4、線幅修正ツール。次は線幅修正ツールについてです。線幅修正ツールはベクターレイヤーで使うと、指定の倍率で線幅を太くしたり細くしたりできますが、ラスターレイヤーで使おうとすると、このようなマークが出て使うことができません。しかし、修正方法を倍率じゃなく固定値にすれば、ラスターレイヤーでも線幅修正を使うことができます。マジかよ、ラスターでも線幅修正できたのかよー。ただの線画ならベクターの方が倍率で使えたり、滑らかに調整できたり色々柔軟なんだけど、こういう感じの、線とベタ塗り部分が混じった模様の濃さを調整したり、パターンブラシで描いた、ベタありの背景の微調整とかには便利なので試してみてください。クリスタの隠れ便利機能。その後、ゴミ取りフィルター。次はゴミ取りフィルターです。線画とかのゴミ取りに使うやつだね。レイヤープロパティで、色付きの縁をつけて確認しながらやると便利だよね。他にもパターンブラシで出てきちゃうような、小さなゴミ取りにも使えるよ。おお、洗剤以外でもゴミ取りの使い道があるんだねー。他にも掛け網のブラシを削った時に、消え具合を微調整するのにも便利だよ。ほへー、掛け網ブラシは汚い仕上がりになりがちだから助かるねー。クリスタの隠れ便利機能。その6、ドラッグ操作。次はドラッグでできるいろいろな操作です。以前の動画では、ドラッグでできる画面操作をいろいろ解説しました。スペースドラッグで手のひら移動。スペースコントロールドラッグでズーム。スペースシフトドラッグで回転、というのをやりました。コントロールシフトドラッグで、レイヤー探すやつもやったね。これらの他に、描画系ツールを使っているときに、オルトコントロールドラッグをすると、ブラシサイズを変更することができます。おお。これは普通のペンだけじゃなくて、図形ツールでも、パターンブラシでもブラシサイズを変更できるから試してみてね。それからオルトを押している間は、ツールがスポイトに切り替わるんだけど、この時にドラッグすると、こんな感じに拡大表示されて、色取りしやすくなるよ。おお、細かいところもよく見えるようになって色の取り間違いが防げるね。ドラッグしても拡大表示されないときは、スポイトのツールプロパティの、ペンでサークル表示、オンにしてください。クリスタの隠れ便利機能。その7、塗りつぶし枠外ストップ。次は塗りつぶしを枠で止める設定についてです。こういうコマが枠外にはみ出してる線画を塗りつぶすと、こんな感じにべちゃくちゃにはみ出しちゃうんだけど、ツールプロパティの、作画フレームを参照、にチェックを入れると、仕上がり枠のところで塗りつぶしが止まってくれます。おお、線を書き足して閉じたりしなくていいんだね。自動選択ツールも、同様の設定で止まってくれます。これもトーンを貼るときに便利だね。あと前回やった枠線のないコマのシュリンク選択で、現行の隅にある枠線のないコマが選択できないとお声をいただいたのですが、すみません、これ、画像の枠を参照、のチェックを入れると選択できるようになります。こちらお伝え忘れててごめんなさい。もう、しっかりしてくれよなぁ。以上、クリスタの隠れ便利機能7選、でした。グエイもっと早く知りたかった機能がたくさんあったよー。
今までの動画でもクリスタの隠れ便利機能はたくさん紹介してるので、概要欄の再生リストにクリスタの解説をまとめてあるから、まだ見てない人は時間ある時にでもご覧になってください。今回の動画はここまで。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。